村関根 TV。 こんばんは、チャース3所関根へようこそ。先週見た方もご存知だと思いますが、千葉さんがゲストで途中で終わってしまいました。尻切れトンボになってしまいました。しかしあの後ですね、千葉さんといろんなお話を続けてしておりまして、それ偶然スタッフがテレビをカメラを回していたんですね。千葉さんとの思い出ビデオ、これを今日は見ていただくということで、キルギルと同じようにボリューム1、ボリューム2に分けたという形になりますね、結果的には。それでは千葉さんとの思い出のビデオどうぞ。今週はついにあの映像を千葉さんと一緒に見ちゃいます。もちろん美女ビデオやダメダメ映像も30分たっぷりとお楽しみください。前回の裏関根 TV はゲストに千葉真一さんとめぐみちゃんを迎え、千葉さんの最新作キルビルや影の軍団を堪能、他にも世界のダメダメ映像や剣術指南も受け、楽しい時間を過ごしました。それでは本日も美味しい黒豆茶をすすりながら面白い映像をお楽しみください。さて続きまして、はい、またかっこいい千葉さんを、トラック野郎のシリーズにもですね出てらっしゃる小原文太さん、はい、文太さん第5作目、文ちゃんのこれはヒット作品でしたよね。そうですね、僕は2作目の爆走一番星というのに、堀釜太郎って言ってそれ見たいな。でこれがトラック野郎でライバルのトラック運転手を千葉さんが共演してるんですよ、熱演です。当時38歳、菅原文太さんが43歳、ですからあの邪道圏の頃ですね。ジョーズ軍団のリーダージョージという、ちょっと悪役なんですけど、この若き日の千葉さんと菅原文太さんの男らしくもちょっとコミカルな対決に注目。映画全体が男臭さムンムンです。上手くんだ。おお、男臭い、ね、こっちも男臭い、すごい、くわー、めめしく焼き餅なんか焼いてるてめえらこそめらめらいきなりいきなり音は飛ぶよ。俺の勝負はデスマッチだぜ。上等だ。お前ら手出すな。裏戦ですね。すごい。うわ。これアクションをね変えてるんですよ、千葉さん。今ちゃんとこのね、カンフーじゃない。さあ行きましょう。こういうのもちょっとちょっと面白いと面白いって感じもあるなんで食べたんですかね。勝負は非常に面白い。おもろいことやってましたね。なんか コントコントチックな、トラック野郎時代がそうですよ ね、 ね、あのちょっとコミカルな、面白いね。千葉さんって映画何本ぐらい出てらっしゃるんですか。今年で181本ぐらいかな。180本っていうと、年に15本ぐらい撮ってたことあったしね。あ、入った頃ね、だから掛け持ちですよ毎日。映画の掛け持ち、
で映画だけでそうですもんね、テレビシリーズ入れたら大変ですよね。テレビは1000本ぐらいです。そうですね、1000本キーハンター、すごい。トラック野郎で千葉さんの役は上手、軍団のジョージということだったんですけども、ぜひうちの店にはすごい上手者の映像がありました。千葉さんに見ていただこうと。これもね評判だったんです、この番組で。これがですね、アメリカの作品なんですけども、ジュラシック・ジョーズっていう。ジュラシック・ジョーズ。じゃあこの、はい、見ていただきますか。はい、裏関根 TV のジョーズといえばこれ。関根の解説に耳を傾け堪能してください。もちろんダメ男も登場。千葉さんのリアクションにも注目。85分間の映画なんですけども、そうだそうだ、ジョーズの姿はスタートから50分間映りません。50分後です。これが最後に映るんだ。これが50分後。これすごかったね。出ました。出ました。これ酒飲みのおばちゃんみたいな。ナマズでしょこれ。ナマズ。こういうおっさんいますよね。そうです。焼き鳥食ってるおっさん、新橋で。これすごいぞ。この後がすごいんですよ。あら、こっから姿を現すんですよ。まあ、回数がパニックになるんです。パニックになってるわけですね。でももう陸に上がったらそんなに騒ぐことないですよ。大丈夫ですよ、ね、ずっと騒いでるんですよ。でこれまだ解決してないのにね、二人抱き合うんですよ。まだこれあれですかね、パニック状態が伝染したってことを言いたいんですよね。サメだからあんなに逃げなくてもいいのにと思うんですけど、他の人たちは意味もなく逃げてるってことですよ。知らないんだけど逃げちゃって。アメリカ作品もこういうのいっぱいありますよね。ありますか。それはだって今ロサンゼルスだけでも1ヶ月に約80本から90本クラックしてるんですよ、ラッピンから切れば。でもこれは C 級ぐらいになるんですかね、千葉さん。 D ぐらいじゃない。 D いいですか。あの銃持ってる人、逃げて自分の足撃っちゃってる人、ねえ、アメリカもダメな人いるんですか。さて続きましてよね、はい、CM 今日いっぱいありますね。あの千葉さんが、はい、CM に出てらっしゃって、まあ千葉さんもいろんな CM にね、足のいいやつカリーナからね、ジャガーからいろいろあったんですけど、関西デジタルフォンの CM で喋りすぎの男っていう、ですから、まあ、関東の人は知らないんですけども、なんとクエンティン・タランティーノと共演されてる CM なんですね。千葉さんとあのキルビルのタランティーノ監督が役者として共演した7年前の CM、 特にタランティーノ監督の喋りにご注目。喋りすぎだよ。まずは税関編。その男は税関で捕まった。容疑は喋りすぎ。日本ではおしゃべりは罰せられるんだ。どうだい、奴のおしゃべりはやんだか。全然飯も食わずに喋ってますよ。いや、とにかく携帯離されるんですよ。そうか。おい、いい加減にもし喋り足りたろう。もう喋り足りてる。面白い。続いて喫茶店編。だからこれがシリーズになるっていうわけなんだよ。おかしいだろ。どうしたらいいか分かんなかったよ。それでさ、あいつ言ったらさ、私さ、男のおしゃべりって好きじゃない。おしゃべり？俺が？
そうか、あんたみたいなおしゃべりいないよ。じゃあ隣のやつはどうなの、しゃべりすぎるんだよ。 Everywhere I go, people speak in English. その人です、もう2時間もしゃべってんですよ。ドライスクール、まだしゃべりたるの。 No, しゃべりたい、キム、しゃべりすぎる、しゃべるな、しゃべりたいってんの。そして戦闘編では、戦闘はね、すみません、ゲストはい、ありがとういらっしゃい、350円ね、ちょっと行きます。 It's kind of cool here. Yeah, not very cool. いいね、英語喋りしてやな。 You remember that? Yeah, I know. Yeah, that was cool. No, I was wondering if you would she thought about that. No, I don't care if the cab driver was watching. That was cool. I like the fact that yeah! この人が喋りしてよ。しばさん、しばさん、しばさん、いい反応してる。これ最後ちょっと衝撃的な映画でした。泣いた方でしょ、千葉さんの。すごいですね。これは関西で撮影したんですか。これは、ね、ロサンゼルスで撮影しました。ロサンゼルスで銭湯、うん、そう、あの日本の美術の方がいらっしゃって、セットで作って、俳優さんとかみんな来てってことですか。ロサンゼルスにいらっしゃる日本系、日本の人たち、俳優さんとか、これタランティーノ CM に起用するにあたってね、エネルギッシュで個性の強い彼の演技を受けきれるのは千葉さんしかいないということだ、ね、確かに、ね、普段彼はああいう感じなんですか、ベラ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 。はい、あの人の英語はほとんどわからない。早すぎてわかる。はぁ、その中でゆっくり喋ってくれって言うんだけど、喋、り足らんのですよ。ぴったりなんですね。そうなんです。当時、CM がオンエアされていた関西で流行したんだって、シャベンタランティーノ。タランティーノ。続いてはめぐみちゃんが千葉さんと一緒に見たい映像があるっていう。あ、そうなんですよ。何これ、もうこれをぜひですね、うちの店は持ち込み OK だからね。千葉さんと関根さんと一緒に見たい映像がありまして、こちらです。カマキリ伝説DVD、ね、そうです。関根さんが千葉さんのモノマネをしているところを千葉さんと一緒にね見るっていう、すごくこう贅沢な見方をしたいなと思って。これ千葉さんの真似はね、僕は9年前にやったやつですね。じゃあこれぜひ、あ、はい、これね、一緒にこう映像見たことっていうのはないんですか。ないかもしれない、初めてだ。嫌ですね、ちょっとね。ちょっとデフォルメしすぎてる。千葉さん本人と一緒に見る関根のオリジナルビデオ、モノマネする側される側のリアクションに注目してご覧ください。千葉さん、すいません、見させてもらいます。これ俺、これ違います、これ違います、これ違います。千葉真一です。今日は私の道場へようこそ。実践を突き詰めていきますと必ず猛獣との戦いにぶち当たります。今回はその中でも最も凶悪で獰猛な灰色グマ、クマムシ撃破するんですが、ここでブロックしてください。まずここは出せるみたい、そして隙を見て蜂蜜を見せます。今そこを取ります。そこで冷静にこう言うんです。お前敷物になりたいのか。一瞬静かになり、やだと言い森の奥に去っていきます。グッバイベア。俺ってああいう雰囲気なんだ。
千葉さんカマキリ苦手なんですか。うん、意外とカマキリが一番ダメ。あ、そうなんですか。うちの息子がだからカマキリ捕まえると俺のところに回すと思って。カマキリが大っ嫌いな。小さい時に何かあったんですか。いや、トラウマみたいな。別に何もなかったんだけど、カマキリ自身が嫌なの。じゃあ最初のあのオープニングが嫌な気持ちに、だからあれが俺かって。いや、しかしね、俺あのこれ見ましたよ、大竹さん、はい、最高。ありがとうございます。ありがとうございます。それではその大竹さんのモノマネを。大竹さんの入り時間は12時じゃなかったですか。まあ、久々の刑事役ということなんで、少し早く入りました。何時に入られたんですか。朝の4時です。そんなに。大竹さん、俺感動したもん。ありがとうございます。そう、ずいぶん見ました大竹さんのところだけ。ありがとうございます。俺のところはほとんど見ない。ちょっとデフォルムが激しいんだね。大竹さんにもね、どうですかってあの小坂君聞いてくれたんですよ。大竹さん、自分のモノマネされてるみたいにどう思いますか。僕は分からないよって言うんですよ。自分のところは分からないって言うんですよ。似てるか似てないか。うん、そんなもんですか。そんなもんですよね。ねえ、私やっぱり言ってますよ。周りが似てるって言うんだけどね、僕は分からない。逆にね、なぜ僕なのって言う。それは大竹さんが好きで、大竹さんの特徴が僕が真似できそうだなと思ったら、不思議そうに。いやいや、大竹さんも絶品。ありがとうございます。あれは絶品ですよ。千葉さんもそっくり。ありがとうございます。いや、僕は分からないよ。多分来年は2作ると思うんですけども、僕アイデアがあるんですよ。僕宇津井健さんもやるんで、新幹線大爆破の千葉さんと宇津井さんのあれをカットをそのままそっくりにやろうと思うんです。いいじゃないですか。で、僕あと小池夫さんができるんで、蘇る勤労の屋上のシーン、小池さんのこれ持ってくれ。あなたは何を勘違いしているんですか。チンピラ持ってけ、これよ。私は菊池先生のところでお世話になっているものですよ。菊池先生。あれをぜひね。いや、それ面白いじゃないですか。狙いがいい。狙いがいい。で、千葉さんのは2パターンやなさ。面白い。ちょっとこれね、はい、大げさすぎるんで、今度はリアル千葉市にしよう。はい、大竹さん外しちゃダメだよ。大竹さんはまた入れますよ。最近の大竹さん。さあ、続きまして、美女ビデオなんですけども。あ、今日も見ちゃうんですか。プライベート美女。今回はですね、めぐみちゃん、もうめぐみちゃんいつもね、見ていただいて、千葉さん、この番組はですね、あの、プライベート美女ビデオと申しましたね。まあ今までの映画作品で見ることができるんですけど、これはこの番組のためにこれからまあ世に出ようという綺麗な女の子がこうプライベートにこうプロモーションビデオ、この番組のために作ってくれてるんです。でそれを見ながらですね、ああでもないこうでもないとストップモーションで止めながら、じゃあ行きますよ。はい、一斉の背で見てもらいます。はい、いいですか、調査。プロフィールは何ですか。あの、プロフィールです。プロフィールですね。これから出る女の子。はい、それでお願いします、どうぞ。あ、白田玲子さん。もう名前がぴったりの顔立ちですね。なんかもう清楚な。クラシックバレエですって。そんな感じだよね。なんですか、これは女優さんを志望してる。そうですね、女優さんだとか、あるいはあの、この芸能界、そうですね、芸能界でやっていきたいという、はい、バラエティだとか。20歳です。168センチ。趣味が散歩とお料理。はあ、いい。箱入り娘さんですね。あ、この手の顔の方はですね、一回へそを曲げると大変戻る。あ、そうですか。そんな感じがする。なかなか曲げないんだけど、曲がったら大変。大変だって。うん。人相見もやってるんですよ。僕いろいろ女人評論家なんです。ビデオの最後には僕がホゲ顔になるコメントをつけてもらってます。めぐみちゃんがまたね、女性を見るのが好きなんですよ。女性であるのが。そうなんです。結構向こうダッて見ちゃうタイプなんですよ。こういうことなんですか。こういう人はですね、まあ、なかなか心開かない。そうだね。ちょっと僕あとこれが好きなんですよ。この写真と映像、ムービーとのこの差が好きなんですよ。結構ね、差がある。関根さん、こんばんは。白田玲子、20歳です。やっぱギャップありましたね。ちょっとありましたね。
さあ、クラシックバレエを17年間やっています。どうぞよろしくお願いします。そう、3歳じゃない千葉さんが気配だスタイルいいですね。スタイルいいですね。うわっ、あーこれ杉さん好きですよ。千葉さん、このこの角度ってちょっとできないですよね。やっぱ千葉さん、女性もやっぱ少し筋肉があった方がいいですか。いや、筋肉があった方がって、ああいうバラリーナのようにこうキュッと締まってる感じの方が、それはでも綺麗じゃないですか。美しいものは美しいんですよ。足首をちゃんと締めてますね、あのテープで。歌がダメだね、歌が持ってないよ。かわいい、かわいい、かわいい、うん、ああ。お、急に変わったね。お、空手もやるんだ。お、スポーツがある。おお、この構えいいですね。腰が折れてますね。ああ、これだけあの千葉さん柔らかいとハイキックが打ちやすいですね。ハイキックとかかかと落とし、これは。いや、柔らかに腰したこと、疲れもたまらないんですよね、柔らかい方が。そうです。そうですか。体は柔軟であればあるほど。あ、そうなんですか。怪我をしない。だから彼女は怪我にも疲れにも強い。ああ、すごいすごい。すごいすごい。この喉も綺麗ですね。すっとね。あの喉も V になってますね、喉元に。喉の V。あ、ほくろがあった。この角度いいですね。なかなか見たことない角度ですね。これはちょっとヨガっぽいですよね。うん、体柔らかいですね。可愛いじゃないですか。可愛いですね。でも顔はもう大丈夫よっていう顔で。そう。ちょっとどうって感じ。平気平気。この後私の混ぜた香辛料のカレー食べる。化粧しなくていいよね。あ、すごい。スレンダーだなぁ。遅い。綺麗な足だなぁ。ふくらはぎ、細いのにね。すごい綺麗。あ、やっぱりキープ力がある。筋が強いね。あ、あ、あ、やっぱり、かさ落としできる。あ、ちょっと蹴り方が違うけど。あ、一言言うんですよ。いつも言ってもらうんです。ちょっと、いつまで迷ってんのよ。結構気強いね、この子。やっぱり。あれ、高倉健さんに言われたんですか、ハリウッド行けって。そう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 。最終的にはあそこで勝負しなきゃダメだよ。で、そう言われて、そう、もう三十何年前ですかね。閉店、閉店、もう閉店になっちゃいました。はあ、いや、ありがとうございました。いや、どうもありがとうございました。いやいや、本当に楽しかったんですよ。またぜひ、ジョーさん。いや、これにこれに。もう、いやいや、何も来れてません。千葉さんの作品をもういっいっぱいありますから。そうですよ、ね。もうぜひ。ありますから。おお。あと2を。はい。いやいや、ありがとうございます。またあの、はい、ぜひ読んでください。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お題の方はですね。はい。はい、じゃあ、あの。じゃあ失礼します。どうも。どうも。どうも。事務所の方に請求させていただきます。その辺はきっちりと。今日は千葉さんがゲストだったんで、やはり千葉さんの息子さんの真似をしなきゃいけませんね。パパ、パパ。真剣佑だよ。こんな声じゃないな。来週は久しぶりにダメな人がゲストです。意外なところにいろいろなダメを見つけちゃいました。だってちょっとエスチックだもん。